ニキニキニキガルクチャンネル改編店の黒沢です。よろしくお願いします。で、延長不定村上です。よろしくお願いします。今回は、まあ、皆様大変気になっているであろう前作のステルスと新作のステルス2の違いっていうところを紹介していきたいなと思います。はい、まあ、パッと形状だったりとかっていうところだとそこまで違いはないかなと思うんですけれども、中身の部分ですね、はい、結構優しくなっていると思いますの で、 そうです、ね、その辺を楽しみに見ていただきたいなと思います。はい、はい、では早速下の方行きましょうか。はい、はい、レッツゴー。はい、では早速まずは前作のステルスの方から、はい、あの打っていただきたいなと思います。はい、はい、スペックが、ノーマルのステルスの 10.5 度で、シャフトが純正の TM50 の SR で打っていただきます。はい、はい、お願いします。はい、これもあれですよ、打ち慣れたクラブ。そうですね、はい、もう見慣れたクラブです。おー、ナイスショー。いいですね、今のいい感じで、うん、はい、やっぱいいですね、ステルス、まあ、慣れた感じですね。はい、飛ばせる感じがします。まあ、これぐらいはちゃちゃっと打てる感じ。はい、じゃあ、2球目。はい、うん、ナイスショーっす。うん、ナイスショー。はい、いや、まあ、やっぱりこれはこれでいいっすよね、うん、ステルス。はい、全然ね、いいとは思うんですけどね。はい、まあ、これと新しいやつと、はい、どれぐらい変わってるのかっていうところですよね。そうっすね、はい、早速、はい、はい、新作のステルス2ですね。同様に 10.5 度のロフトで、シャフトも同じTM50 の SR で打っていただきます。はい、お願いします。前回の動画で、新しいやつ3本比較がして、はい、すごい打ちやすくて距離も出たしすごい良かったんで、はいはい、ちょっと今のこの前作とどのぐらい差が出るか新旧対決ですね。はい、楽しみですね。はい、はいはい、ちょっと新しいの打ってみます。じゃあ新しいステルス2なんですけども、見た目やっぱりここの、クラウンの部分が、うん、はい、ツヤが出て見た目に高級感があって単純にかっこいい、うん、赤い縁みたいな枠みたいなのもできて、はい、ちょっとこう構えた感じのイメージが似てるけど若干違いますね。うん、はい、形はすごい綺麗で構えやすいです。うん、ナイスショー。いや、一瞬今曲がったかと思ったんですよ。うん、曲がらなかった。曲がりは全然少ないですよね。じゃあもう一回いきましょう。もう一回いきます。おお、ナイスショー。いや、いい当たり。結構いいんじゃないですか。打感も良かったっす。すごい。おお、飛んだ。250で超えてきましたね。あれさっき247ぐらいでしたね。そうですね、5ヤード、素晴らしい結果です。やっぱり飛びますね。飛びいいですね。はい、すごい2球とも良かったんですけど、はい、飛びとそのヘッドの安定性の優しさの要素っていうか秘密ってどこですか。やっぱり知りたいですよね、そこで。やっぱ気になりますよね。はい、はい、じゃあ説明させていただきます。まず、飛びの要素からいきましょうか。はい、はい、飛びの要素ズバリフェース面です。フェース、はい、はい、フェースですね。同じカーボンフェースで、まあ、パッと見ね同じ、ちょっとね色が違うんですけど、はい、パッと見同じに見えますけど中の構造ちょっと変わってます。はい、はい、60層っていうところのに関しては前作と変わらないんですけれども、はい、少し、カーボンの厚みを変えたりとかしてる影響もあって前作に比べて今回の方は 2g、軽くなってます。はい、はい、その分を、他のヘッドの内部のところに余剰重量を配置するっていうところもまずできているのと、はい、飛びに関してだとフェース面の外側の部分ですね、外周の部分を前作に比べて少し薄くしてます。あ、この厚さをですね、厚さってことですね、はいはい、厚さを薄くしてて、はい、今度真ん中の部分中央に関しては前作よりも厚さを厚くしてます。お、はいはい、そうすることによって何が起きるかっていうと、はい、まずスイートエリア拡大ができます。
なので、ミスヒットしてもある程度しっかり距離が落ちずに飛んでいってくれる、反発力が高いエリアがこう増えるっていうことですね、周囲に広がるって感じですね、はい、で、あとは一発の飛びですね、しっかり芯食った時には、前作よりも、こっちの新作の方がより飛びには特化してますよ。お、当たった時も芯食った時しっかり飛びますし、はい、芯を外してしまった時でも、はい、そこまで距離が落ちないというところが、まあ、この新しいフェイス面の特徴になってます。お、そういうふうにフェイスが進化してるんですね、はいはい、続いて優しさのところですね、はい、優しさどこが変わって、まあ、優しくなってるのかっていうと、はい、まず、前作、そう、前作のところでいくと、はい、まあ、カーボン使ってたのがフェイス面と、はい、あとはクラウン、はい、ここカーボン使ってました、はい、で他は全部チタンです、はい、でそれが新しいステルス2どう変わったかというと、クラウンとフェイス面同じようにカーボンです、はいはい、でそこからひっくり返してソール見ます、はい、ソールの前作はここチタンだったのがこの部分カーボンになってます、お、はいはい、でここのウエイトの部分を除いたこの赤いところですね、はい、ここもカーボンになってます。結構カーボンの割合増えたんですよ、はい、で本当にチタン使ってるのってここのフェースの周辺のフレームのところだけなんですよね。この外周だけ、そうです、ここだけです。だから最初このステルスが出た時、はい、もうカーボンウッドって言われてましたけど、今回のステルス2に関してはもうほぼカーボンウッドです。ほぼカーボン、ほぼカーボン、すごいですね、はい、まあ当然チタンとカーボンだと、カーボンの方がやっぱ軽いので、はい、まあ、軽量化できてるんですよね、はい、でその、軽量化できた分のウェイトっていうところを、まあ、うまく周辺に配置してるっていうところもあるので、はい、それによって打点ブレに強い、まあ、ミスに強い寛容性っていうところが今回のステルス2に新しく加わったと、なるほどです、いうことになります、はい、それが飛びと優しさにつながるわけですね。はい、その通りです。はい、はい、じゃあ早速ね、この新旧ステルス、はい、はい、ステルスとステルス2打っていただきましたけども、はい、印象どうでしたか。いやー、もう一言で言うとすごい良かった、はい、はい、すごい良かった。具体的に、飛ぶし、はい、曲がんない優しさを感じました。感じましたか。はい、まあ、パッと見のね、見た目はまあ、ちょっとツヤ感があって、はい、高級感が出てきたっていうところ、そうですね、すごい高級感もあって、はい、形状としてはね、そんなに極端に変わってるわけではないんですけれども、はい、実際に試出して試してみると、はい、優しさと飛びが加わってるっていうのが実感していただけるんじゃないかなと、うん、だいぶ、はい、感じますね。もう見た目以上にすごい、飛ぶ感覚と曲がんない優しさの感覚っていうのが非常に印象を受けました、はいはい、まあ、見ていただいてる方の中で、まあ、そんな変わってないんじゃないのって正直思ってる方いると思うんですけど、はい、ぜひぜひ試してください。試したらそう思ってたのが全然違うなっていうのが分かりますね、はいはい、やっぱりチタンがカーボンの割合増えてほぼカーボンヘッドになってきてるっていうのが、そうですね、はい、影響大きいですね。それだけカーボン増えてても、はい、打感はね、あ、そうですね、よくなってますね、はい、打感は全然カーボンっていうのは感じなくて、すごいいい打感ですね、はい、そうですね、はい、ぜひこの進化をぜひぜひ店頭で試してみてください、はい、それではこれからもニキゴルフチャンネルではこのような比較動画どしどし上げていきますので、引き続きチャンネル登録、そして高評価、あとはコメントですね、ぜひぜひお待ちしております、はい、それではまた次の動画で、バイバイ、バイバイ。